東京新橋駅から徒歩2分、ここにあるホテルがある。清潔感が漂う綺麗なフロント、ゆったりとした客室、そして充実のアメニティ、シティホテルにも見えるこのホテルは一体どのようなホテルなのか。こちらはビジネスホテルになります。そう、今新しいタイプのビジネスホテルが次々とオープンしているのである。企業魂、番組ナビゲーターの岩下優美です。平成23年度に7軒を続々とオープンさせ、現在関東近郊に13軒のホテルを展開。平成31年度には50軒以上の展開を目指すという相鉄フレッサイン。新しいタイプのビジネスホテルを目指して様々な試みを行っているのです。企業魂、今回は躍進を遂げるビジネスホテルの最前線を追いました。現在の相鉄グループは、相鉄ホールディングス株式会社を持ち株会社とする31社で構成される企業集団で、運輸業、流通業、不動産業、その他分野で神奈川県を基盤に事業活動を行っている。この相鉄グループの歴史は、1917年、大正6年の相模鉄道株式会社の創立に始まる。終戦後、相模鉄道は相鉄線の発展とともに事業の多角化を図り、不動産業、バス業、流通業、建設業などの事業に進出して現在の相鉄グループの基礎を築いた。その後も横浜駅西口の再開発や泉野線の建設、延伸など積極的に沿線の開発を手掛け、各事業を発展させることにより、1990年、平成2年には大手民鉄への参入を果たした。2000年代に入ると、強靭な連結経営体制を構築するために事業の再編に着手。2009年、平成21年には鉄道事業を分社し、称号を相鉄ホールディングス株式会社に変更、新たなグループ経営体制に移行して現在に至っている。まあ、それぞれのその事業は事業として、なんていうんですかね、まあ、大きな利益を立てていこうというビジョン100っていうのがあるんですけども、まあ、その中の一つの柱として、民事業がグループに大きな利益をもたらせるためにようには、やはりそのある程度、まとまったその店舗数がどうしても必要になるんですね。やはり資格特化型ですから、一つ一つのホテルというのはそれほどその大きな、数字にはなりませんけども、それがまとまっていけば十分企業、相鉄グループの一つの柱として寄与できる収益をもたらせると信じて。企業というものはですね、私は必ず利益を出さなきゃならない、利益の出ないのは企業と思ってないですね。ですから、まずこの企業、この会社として絶対に利益が出るという仕組み作り、これに相当力を入れております。でこの仕組みはですね、まず数値の見える化をきっちりしましてですね、全社員がその数値に徹底すると、でコストのコントロールをバッチリやると、で基本的にはまたオペレーションとしましては合理化、効率のいいオペレーションで、基本的にはローコストでやるというのが基本でございます。一方ですね、この種のやり方でやりますと、どうしてもその社員にですね、非常に負担がかかっていく、プレッシャーがかかっていきますね。でこの中でそのいかにしてですね、この厳しいコストコントロール、効率化、オペレーションの効率化の中で高いハイモチベーションで社員を頑張ってもらうという、こちらに非常に力を入れてましてですね、このところをいかにしてやるかと、それにはやっぱりその従業員に対して、経済的にはね、やっぱり情だけでは動きませんから、
厳しいコストコントロールをしながら経済的には利益が出れば成果主義でちゃんとその利益を配分してあげるというのがまず一つと、それから一日その従業員に対するリーダーとして会社として経営者としてですね、気配りをしてあげると、徹底的に壊してあげると、つまりいかにこの会社の成功というのはもう人次第であると、社員次第であるというのが私の強い信念でして、ここのところのこの両輪ですね、厳しいシステム作り利益を出す体制と上のところですね、この両輪でやるというところで、そんなわけで私どものこの企業理念は人に優しく人を大切にという、こういう企業の信念が入れられておりましてですね、企業理念というものにおいてはいかに人たちと立派な人を作り、いいサービスをちゃんと提供でき、それには従業員がまず幸せでなきゃならないと、従業員をいかにして幸せにしてあげるかという会社のその理念があるわけですね。まあそういうところでやっております。ですから利益を必ず出す厳しい仕組みと、優しいその人に対する思いやりと、この2つをいかにしてやるかというのが私の理念なんです。お客様の評価も高い相鉄フレッサイン、その高い評価の秘密とは一体何なのか。ビジネスクラスをですね、くくってみますと、現時点の状況では一番下のレベルと、それから一番高いレベルと、それから中間よりちょっと上ぐらいのところですかね、こういうふうに3つに分かれてると思うんですね。で、私どもは一番下でもなく一番上でもなく中の上ぐらいを目指してるんですね。というのは一番下になりますと、やっぱり一番下の需要っていうのは一番下のレベルだけになりますし、一番上というとどうしても一番上だけになりますから、もう少しその需要のですね、限定された需要じゃないところを狙いますんで、中の上ぐらいにしておけばかなり幅の広いですね、セグメントを取れるんじゃないかと、こんなふうに思ってるんですね。お客様を最優先に考えるからこそ、さまざまなサービスが行われているのである。そこにはある思いが込められていたのだ。そのビジネスの環境も変わってきますし、我々はあえてビジネスホテルという言い方はしてなく、宿泊特化型ということで、今後そのいろんな会議体も、例えば出張族が減るとか、いろんなことも言われてますけれども、ですけども、やはりその出張のお客様には利便性、すぐ分かるところに5分圏内に出て、なおかつ観光立国というふうに言われてますので、観光のお客様もご利用いただけるような、そういう最低限なハードは整えたいなというふうに思っております。ビジネスマンに仕事で使ってもらうだけでなく、観光立地にもこだわっているのである。一番最初大船の時には あの辺は非常に工場が多いので、そういうニーズというのは一番重要視してたんですけども、湘南海に近いということがあって、我々の想定以上にその観光のお客さんもいらっしゃったので、ビジネスホテルとどうしても平日は稼働がいいですけども、休日になると起こってしまうというところがありますが、それが両方ご利用いただければ非常に稼働もいいので、そういうことでやはりその観光の需要というのは非常にビジネスホテルとして大きいなというのは、もう第1号店目実際にオープンしてから痛感したというところですね。ビジネスだけではなく、観光の拠点としても使えるビジネスホテルを目指す、そこに発展の原動力があるのだ。基本的にはですね、最終ゴールは50店舗というのを目指しているわけですね。で、2012年度で13件、10店舗が目標だったんですけど、おかげさまで13で、来年2014年にですね、20店舗になるような計画になっております。ほぼここは大丈夫なんじゃなかろうかと。で、将来、2019年には50店舗でございますので、これに努力してですね、かなり近い線でいけるんじゃなかろうかと思っております。で、基本的には首都圏をですね、中心に30件ぐらいになるんじゃないかと
その後の展開としましてはですね、もちろん首都圏が中心ですけども、やっぱり50になりますとですね、地方都市でしかも最高のベストロケーションという条件付きでですね、地方の方またはリゾートのですね、需要のしっかりしたリゾート、例えば沖縄だとか京都だとか、まあ、京都はもうちょっと早い時点に考えてますけども、そういうところも入ってくるんじゃないかなと思っております。人気の秘密はサービスの充実だけではない。本社の一室である重要な会議が行われていた。あとは学生、それ学生も利用する受験生がいるじゃないですか。 あと学会とかあるんですよ。学会中の学者さん、先生がとか、そうすると受験生とか学者さん考えるとさ、シングルがやっぱり主体なのかね。そうですね、部屋的にはシームやと、でもそのインバウンドのお客さんはどうなんだろう、どれくらいに効果があるかと思いますね。なかなかインバウンド難しいね、この位置から。いや、でもアクセスが、地下鉄のアクセスが一番高いんで、まあ、次の日にある程度引っ込んでたり、週末需要っていうことを考えてやればいいんじゃないですか。やっぱり秋葉原とお茶の水と東京ドーム、この3つに近いっていうのは大きいですよね。そうなのだ。ビジネスマンに仕事で使ってもらうだけでなく、観光立地にもこだわっているのである。横浜桜木町駅の周辺にはさまざまな観光施設が集まっている。歴史的建造物で有名な横浜赤レンガ倉庫、楽しいショッピングやおいしいレストラン、さまざまなイベントが楽しめるのである。さらにランドマークタワーで有名なみなとみらいや、日本そして東アジアでも最大級と言われている中華街などの観光地がひしめいているのである。こちらのホテルは平日はビジネスマン、週末は家族連れ、カップルとレジャーのご利用をいただいております。ホテルの外観は馬車道に沿った作りとなっておりまして、館内の、こういったデザインに関しましても、横浜をイメージした、作りとなっております。お部屋のタイプなんですけれども、ツインルーム、ダブルルーム合わせまして9タイプございます。通常の、シングル、ダブルルームに関しましても、14平米という広さを保っておりますので、ごゆっくりおくつろぎいただけるかと思います。また立地に関しましても、みなとみらいが一望できる部屋もございますし、馬車道から徒歩1分ということで非常にアクセスも便利でございます。こちらのお部屋はプレミアムツインルームといいまして、大きな特徴はバスルームとトイレが別々になっております。広さの方も 31.4 平米と一番広いお部屋のタイプとなっております。あとこちらのソファーですけれども、3名様利用時にはベッドになりますので、3名様でもごゆっくりおくつろぎいただけるお部屋となっております。またこちらのお部屋はみなとみらいビューとなっておりますので、昼間そして夜と夜景も綺麗な景色がご覧いただけますので、皆様楽しんでいただけるかと思います。実はこの戦略は相鉄フレッサイン新橋日比谷口にもあるのだ。その戦略とは、うちが蒲田にありまして、まあ、会社が東京にあるものですので、まあ、電車で通ってるんですけども、途中で電車からよく見えるんですね。で建築中の時から何作ってるのかなと思ったんですけど、ある日こう看板が見えまして、あホテルができるんだと思いまして、でまあちょっと僕も電車が好きなものですので、まあ、どんなホテルかなってちょっと見てみた時に、トレインビューっていう部屋がありまして、電車が見えるっていうことで、まあ、ちょっとわあ楽しいなと思って予約して実際に泊まったっていう感じです。はい、当ホテル自慢のトレインビューでございます。こちらはですね、新幹線、東海道線、山手線、京浜東北線が同時に走っているところがご覧いただけるのが自慢でございます。あとドクターイエローなど珍しい車両もご覧いただけます。またこちらですね、交通のアクセスが非常に便利でして、
お台場へはゆりかもめで1本で行けますし、築地市場へは電車で10分で行けますし、東京タワーには芝公園や増上寺などを散策しながら歩いて20分ほどで行けます。このように様々な観光地へ行くための拠点として便利にお使いいただけると思います。そうなのだ。平日はビジネスユース、そして週末には観光にも使える。そのための立地へのこだわりであり、充実した設備なのだ。やはり新橋という立地ですので、ビジネスマンのお客様が大変ご利用される方が多いんですね。ですので、そういった仕事のお客様に対しても癒しの空間をご提供できるように心がけております。ただ最近はやはり女性のお客様も増えておりまして、やはり女性のお客様ですと気になるのがセキュリティがすごい気になると思うので、そのセキュリティに関しましては、エレベーターがセキュリティがですね、3階以上にはカードキーがなければいけないようになっておりますので、その点はご安心いただけると思います。またアメニティに関しましても充実しておりまして、お部屋にないものですのフリーアメニティなどもフロント周りにご用意しておりますので、そちらもご自由にお持ちいただけるようになっております。と貸し出し用の備品も種類が豊富にありまして、そうです、男性のお客様ですとやはりズボンプレッサーというものがとてもやはり重宝されるみたいで、そちらも一応各フロアに置いているものでして、そちらもご用意しております。女性のお客様ですと最近多いのがイオンスチーマーという顔に当てる蒸気のやつですね。あちらがやはり人気でして、あちらも一応フロントの方で貸し出しをできますので、そのようにアメニティなども充実してますので、とてもいろんな方がご利用する際にとてもゆったりとしたリラックスとした空間がご提供できると思います。本日はこちらの902号室をご案内いたします。こちらがですね、当ホテルで発行しておりますカードキーでございます。こちらのカードキーが接触型のカードキーでございまして、こちらの黒い部分にこのカードを接触していただきますと緑のランプがつきますので、お部屋に入ることが可能でございます。こちらのお部屋のタイプがツインタイプのお部屋でございまして、ベッドのサイズが110センチのベッドがお二つご用意しております。通常でしたら90センチのシングルベッドが普通なんですが、当ホテルですと110センチとちょっとお広めのゆったりと寝れるベッドをご用意しております。こちらのベッドがですね、アメリカの CD 社というアメリカで今一番人気のあるベッドを使っておりまして、こちらのベッドとても寝心地がいいとお客様からもご好評をいただいております。パソコンをお使いになるお客様が多いので、全室Wi-Fi が使えるようになっております。ですがさらにこちらの LAN ケーブルと携帯の充電器もこちらお部屋に常備しております。こちらの加湿器付きの空気清浄機も全室ご用意しております。こちらのテレビに関してなんですが、通常のビジネスホテルですと平均18インチのテレビを置くところが多いと思うのですが、当ホテルに関しましては32インチと大きめのテレビでお客様にリラックスしてご覧いただけるように配慮しております。またこちらも壁掛けタイプにすることによって部屋を広く使えるようにこちらも配慮しております。こちらがバスルームでございます。こちらのバスルームの備品に関しましては、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープともにある有名メーカー様のものを使わせていただいております。またハンドソープなどもこちら常備しておりまして、歯磨きのうがい用のコップ、歯ブラシ、綿棒、髪の毛用のブラシ、あとひげ剃り用のカミソリもご用意しております。あとはバスタオル、フェイスタオルもこちらで常備しております。こちらフリーアメニティでございます。
紅茶、入浴剤、ボディスポンジ、シャワーキャップ、男性用の化粧品など9種類ほどご用意しております。ビジネスホテルといいますとやはり男性のお客様が多いイメージがあると思いますが、最近は女性のお客様も増えておりますので、そういった方でもお気軽にいただけるように、おしゃれな空間、洗練されたイメージ、またベッドもお休みしやすいように広めのベッドをしておりますし、清潔感も保っております。セキュリティに関しましても整っておりますので、女性の方でも気軽に一人で泊まれるビジネスホテルを目指しております。相鉄グループは2017年、平成29年に創立100周年を迎える。相鉄グループではこの2017年度を第2の創業期と位置づけ、相鉄 JR 直通線事業と相鉄東急直通線事業により実現する東京都心への乗り入れを好機とした成長戦略ロードマップビジョン100を策定し、その実現に向けて邁進することで新たな成長につなげていこうとしている。この成長戦略ロードマップビジョン100に基づいて、相鉄グループの東京都心での知名度の向上とグループの事業体制をより強固なものにするために進められているのが相鉄フレッサインのチェーン展開なのである。そうですね、相模鉄道はですね、2011年ですね、ビジョン100という成長戦略をロードマップを策定したわけですね。それで2017年に100億、2017年で、100周年になるのか。でめがけて100億 の連結決算の利益をですね、100億目指すという位置づけの中でですね、この相鉄インのこのビジネスも四本柱の一本にという、そういう位置づけになりまして、主要戦略、主要事業の一つになったわけですね。でそういう中で、かなり積極的にですね、50店舗というかなり大胆というか頑張る事業になっているわけです。